なんかその眉毛の感じブライアン・ホークに似てるな。似てますね。このままホークになりきって高村さんにホーク慣れしてもらえば。役に立てりゃいいですけど、剃りすぎは困りますよ。慣れとくのは必要かもしれん。なんか左右の長さがアンバランスだな。左をもう少し。今度は右が。こうかな。バランスは良くなりましたけど。どうすか、似てきましたか。今から増やせねえかな。マロみたいになっちゃいましたね。マロってなんだ。まだ間に合う。ここをこうして、ここを。似てますか。やると思ったが、この男本当にやりやがった。どういう一歩。怖いよ。何、怖いほどホークに肉薄したか。早速スパーやりましょう。俺のことをホークだと思ってくださいよ。覚えるわけねえだろ。はぁ、俺の眉毛は。どうしてくれるんすか一体。騒がしいわ。何しろじゃ貴様ら。会長、高村さんが。はて、誰か。何言ってるんすか。知らん顔じゃ。俺ですよ、俺。ガキのくせにビビらしってないわ。もうろくじじい、分かったと。強気になるな。さっさとロードワーク行って、今回人を笑わせて喜んでる時期じゃないぞい。喜んでないっすよ。こんなにされちまって人前に出られないっすよ。ロードワーク行けないっしょ。仕方ないの。これでどうじゃい。現れてますよ。詰め込まれ終わったっす今回。なんで